青森ねぶた祭秋田関東祭り仙台田名祭り、東北三大祭り、または東北三大夏祭りとは、東北地方の著名な夏祭りをまとめて言う名称である。東北地方のブロック観光のモデルコースの面がある。ため、ここでは組み合わせの異なる東北 NO 祭りについても扱う。東北地方の主な夏祭りは開催時期が8月上旬に、 集中しており、各祭りは開催期間中を胸どの日でも似た内容であるため、旅行業者による夏のパッケージツアーとして組み合わせし、安い。そのため、東北 NO 祭りはツアー商品の名称として一般に浸透し、その組み合わせも組み合わせられる祭りの数も、恣意的である。また、観客数は、曜日配列や天候により毎年変動するため、 観客数が多い方から数えられた、n つの祭りではない年もある。東北地方は、中部地方とほぼ同じ面積を持つ広い地方であり、東京都と青森市の中間地点が仙台市であるなど南北に長いため、東北各地を周遊すると移動距離も長くなるが、他の地方からの来訪者にとっては、北海道と同様一度に各地を周遊する傾向がある。 東北地方での国道や高速道路の整備、新幹線の開通、各空港の路線開設など、交通の発達によって短期間に余裕を持って東北各地を周遊できるようになったこともあり、消費者ニーズに合わせて3台に限らず2台から6台まで様々な N 台の組み合わせが見られるようになった。現在の東北 NO 祭りはツアー商品を 広告媒体とした夏祭りを見ながら、聖火の東北各地をめぐる観光モデルコースの面があるため、東北各県の観光協会ごとでも、N 台の組み合わせやその数が多岐にわたり様々なオプショナルツアーの提示がある。なお、の々のの祭りは、海外の日本関連の祭りや展示会、あるいは国内各地の物産展などへの参加が見られ、各県の顔としての役割も担っている。 東北 NO 祭りのいくつかが参加するイベントとして、海外では、ジャパンウィーク、国内では、東北六玉祭り、お名残フェスティバル、ハイウェイフェスタ東北が挙げられる。東北三大祭りを構成するのは、一般に以下の三つの祭りである。これら三者は、という共通点がある。この三大の定義は、新聞、雑誌、旅行業者で広く用いられている。 東北三大祭りに挙げられるこれらの祭りは、その祭りのフォーマットやノウハウが発祥地から日本各地へと広まったという点でも共通する。仙台七夕は、旧来の庶民の年中行事の一つである七夕を商店街イベントの七夕祭りへと昇華したことで、高度経済成長期に交流した日本各地の中心部商店街や海外に広まった。 ねぶたも夏祭りの出し物の一つとして青森県外へと広まっている。秋田関東も鳥取県与那子市に伝播して外ナ祭りとなっている。東北三大祭りという名称がいつから存在したのかは不明だが、1958年に国鉄が青森ねぶた祭り、秋田関東祭り、仙台七夕祭りの三つの祭りを東北三大祭りとして周遊券を 発売開始している。しかしこの頃の東北三大祭りの各祭りの日程は鉄道による首都圏ホッチ型では複数見ることが困難だったため、1959年に国鉄職員から各祭りの日程の調整が提案された。1962年からは関東、ねぶた、七夕の順で巡るツアーが組まれるようになり、 東北三大祭りが首都圏で人気の観光商品となった。上記の東北三大祭りに山形県山形市の山形花笠祭りを加えた4社は東北4大祭りと一般的に呼ばれている。これら4社はという共通点がある。ただし山形花笠祭りは七夕との関係はない。この次大の定義は山形県花笠協議会新聞 雑誌、旅行業者でも用いられているほか、ドラマ、小説のタイトルでも見られ、近年では、記念切手にも、この定義が見られる。花笠踊りも、県外への電波例が見られるが、三大が高度経済成長期の電波であるのに対し、花笠踊りの場合はバブル景気期以降の電波である。ところに、違いがある。五所川原立名部多仙台七夕祭り及び、秋田関東祭りに、 青森県の各地で行われている、ねぶたをひとまとめにして足して、三大としたり、各、ねぶた祭りを一つ一つ数えて、四台、五代などとしたりする場合もある。森岡三佐踊り多方、北東北の青森ねぶた祭りと秋田関東祭り、あるいは南東北の仙台田夕祭りと山形花笠祭りで、東北二大祭りとするツアー商品もある。例えば、 東北二大祭りと森岡三さ踊りのような北東北三県周遊商品、あるいは東北二大祭りと松島のような1 0 0三県周遊商品で使用例が見られる。北東北三県周遊商品でねぶた、関東、三佐の三つの大きな祭りを回っても三大と言わないのは三大には仙台七夕が必ず入っているとの思い込みがある。 客が誤解するのを防ぐためとみられる。また、岩手県盛岡市の盛岡三佐踊り、あるいは、福島県郡山市の郡山うねめ祭りを、東北四大祭りに加えて、東北五大祭りとする場合もある。相馬や馬追いさらに、福島県浜通り北部の旧相馬中村藩地域で行われる、相馬や馬追い、いあるいは、岩手県北上市の北上。 道の区芸能お祭りのいずれかを5代に加えて、東北六王祭りとする場合もある。一方で、N 代に含まれる祭りをあくまで、東北六県の県庁所在地の夏祭りに限定し、次第に、森岡三佐踊りと福島市の福島わらじ祭りを、加えて、6代とする例も見られる。近年、五所川原立名豚や、森岡三佐踊り、八戸三社大祭なども、三代や、 次第と遜色ない入り込み客数となっているが任意に N 代を拡大せず一般に認知されている3代や次第との兵器に止めたりする場合も見られる。特に7月に開催される相馬や馬追いについては東北の夏祭りの先駆けと称する例が見られる。なお、お盆以降に開催される祭りは観光面から東北の夏祭り後半戦とも言われるが 複数の祭りをめぐるツアー商品化は未成熟である。8月下旬までに開催される主な東北地方の夏祭りの日程は以下の通り。全国花火競技大会主な東北地方の夏祭りの主催者発表入り込み客総数を県ごとに並べると以下のようになっている。曜日配列や天気によって毎年変動がある数値であるためあくまで参考値。 なお一日あたりの入り込み数では仙台七夕祭り、または全国花火競技大会が最大となる。各祭りで集計の対象が異なる場合もある。例えば、仙台七夕では、七夕飾りがある、メインストリートの人で、宵祭りの人で、スターライトエクスプロージョンの人で、前夜祭りの仙台七夕花火祭りの人で等は、合算されない。仙台七夕祭りや、 重要向け民族文化財に指定されている、相馬や馬追い、青森ねぶた祭り、広崎ねぶた祭り、秋田関東祭り、八戸三社大祭などは、戦前から祭りとして確立されて、各都市で開催されている。戦後に祭りの形が作られたものの遠隔は、以下の通り。二0 1年二月十五日には、東北六県の各県庁所在地で開催されている六つの、 夏祭りの実質的な主催者である6、商工会議所が仙台に集まり、共同で情報発信や誘客事業をする初めての組織、東北夏祭りネットワークを結成した。同年12月に東北新幹線が新青森駅まで延伸開業し、東北6県の県庁所在地すべてが新幹線をつながれるのを前に、観光客の周遊を目指して、 横の連携を強めようとするもので、今後は、県庁所在地以外の夏祭りや春、秋、冬の祭りの主催者も含めた組織にしていく予定となっている。ありがとうございます。